ムレナ型エアクッション擁陸艇は、ソビエト連邦、ロシアのエアクッション型擁陸艇である。ミレナ型と表記される場合もある。とは、うつぼの言いムレナ型は、通常の擁陸艇であれば、LCM と同等の規模を持つ中型の擁陸艇であり、西側の同士の艦艇と比べて、武装の充実した構成となっている。このため、擁陸艇としての運用のほか 高速小海底としての運用も考慮されていた。1 2 0 6 1号計画、ムレナと1 2 0 6 1 2号計画ムレナ E が存在し、前者に対して、ナトーコードネームザプリアが与えられた。ムレナは、ソ連、ロシア国内向けである、レベット型エアクッション用陸艇の拡大改良版であった。主任設計士は、エッセミョーノフ。 40トン以上の積載も可能であるが、この場合には大幅に速度が低下した模様である。最初の一隻はフェオドシアで建造され、1982年より配備が開始された。レベット型と同様に、イワンドゴ普及用陸間への搭載が可能であったが、より重武装であるために紹介任務にも使用された。中国との国境の河川配備用として、 国境警備隊向けにも生産され、1990年代初頭には10隻が配備された。その後、ソビエト連邦の崩壊に伴って退役が開始された。1995年には3隻が解体され、収益中の艇は存在しなかった。同系官判名文のみ、群れな言い意は輸出系を指す名称である。2005年より大韓民国海軍へ、 ハバルフスクで建造された3隻が輸出されており、クウェート海軍へ2隻の輸出も決定している。韓国向けの1隻は、運用直前の2005年11月に事故を起こし大破している。イワンド5普及と異なり独等級揚陸艦には搭載できないため、独等級には LSF2 型エアクション揚陸艇が搭載される。揚目以下は、 主にロッサバーニックスポートのカタログによる数値である、同系艦大艦民国海軍向け、ハットミリタリーパレードハットロッサバーニックスポート。ありがとうございます。